苦悩事業のうち、北家業役を品、平安時代の作、鉄州寺所蔵国宝、根主金事無料、吉常、平安時代の作、東京国立博物館所蔵一貫教とは、第一義には、仏教の経典を写教する際、多くの人が一貫ごとに分担して書写すること。現存するものはほとんど、ホッ業のそれに限られる。北家業の場合は、 牧を、品と呼ぶ。第2位には、北ッ経京28品を一品ずつ独立させて、各一貫したての軸にしたもので、他の経に言うこともある。これを、一貫行というが、特に北ッ経八貫、または平家経の無料、吉常、血行の関係原料を加えた十貫について言うことが、多く、北ッ経京を28品として捉える場合には、一貫行、 一品行という。また、その一巻ずつを仏前で読書することをも言う。多数の人に均等の苦毒と多くの血縁を持つために行われた。北家行は、奈良時代以来しばしば社経され、平安時代中頃から鎌倉時代にかけて流行した。平安時代中期の異牲者、藤原の道長は長宝4年5月、辞邸で、 ホッ行の一品ずつを降参する北ッ三十行を修行し、以後これを恒例とした。こうしたことが起源となって一品教社教が盛んになった。高野山金剛峰寺の根資金事業や、いずれも国宝となっている平家農協、苦農寺教、自工寺教、長谷寺,寺行のように現存するものは優れた装飾業が多く、これらはすべて一品行である。 ありがとうございます。